ここでは基本的な準備運動とストレッチングについて紹介します。準備運動はとても大切なことですので、しっかりやっておきましょう。通常の準備運動に加え、柔道で必要とされる柔軟性を養うためにストレッチングを多く入れるようにしましょう。それではやってみます。まず長座から自分のつま先を持ってできるだけ頭を入れます。30秒ぐらいこの姿勢を保つようにしましょう。続いて両足を開き、右足を曲げて左足のつま先を右手で持つような感じで曲げるようにしましょう。反対をやってみます。これらの動きも30秒ぐらい続けて行うようにしましょう。そして両足を開きます。まずは肘から前につけます。そして額が畳につくようにします。これも30秒ぐらいできるように頑張りましょう。続いて足を伸ばして右足をハードルを越すように曲げ、後方に倒れます。反対やってみます。戻って長座から右足を足交差させて、左手で膝を押して足と腰の背中のストレッチをします。反対。こういったストレッチング、柔軟体操は柔道の技術上達のためには大変大切なことですので、しっかりやるようにしましょう。